ともかく街に出ろって指導してるんですよね。で、私なんかも含めて、私なんかでも週に2、3回は7月からずっと街頭遊説やってますし、それなりにいろんな反応が入ってくるから、その普段接することのできない人たちが、まあ、朝の忙しい時間だけども声をかけてくれますんでね、そういう意味では非常に、まあ、楽しいですよ。そうです、うん、街頭で会う人っていうのは、まあ、支持政党なしの人が多分多いと思うんですよね、そこでやっぱり私たち忘れちゃいけないのは2005の選挙で自民党がこれだけ勝たせてもらったのは小泉総理の命をかけても死んでもいいんだという民営化ですよね、カンカン民営化が、これにその足踏みをするようなことを言ったらですね、自民党はおしまいだと思います。景気の冷え方が急速なんでね、やっぱり工場の多い大田とかこういうところはですね、やっぱり悲鳴がやっぱり上がってますよね。先だっても資金繰りですね、これすごくよくやっていただいたと思いますと、しかしついに仕事がなくなりましたと、仕事を作ってもらわなきゃいけない、そういうところにも先生次のところに来ちゃってますよと、そういう話しかけられたと非常に印象に残りました。非正規雇用で失業したら何をしてもらえるのか、あるいは内定取り消しで100万円もらうのはいいんですけども、それで仕事が出るわけじゃないから、じゃあそれから次の仕事をどうやって見つけてくれるんだっていう、そういう具体的なね、個人一人一人のその対応ってものをきめ細かくやっていかなきゃいけないようなところに、来年は来るんじゃないかなっていう気がします。台風の中でね、はい、キャプテン変えるみたいなことですよと、船長変えることですよ、船どうなっちゃいますよ、そういう話をしてるんですけども、やっぱり、はい、その2代続けて総理が辞めたってことに対するこれまでの私たちの支持者の方々の特に男性の方の反発っていうのはありますね、はい、政党を支持しない人が第一党である時代にそういう人たちにいかにその納得してもらえる政策を出していくのか、あの選挙のやり方も変わったんだと思いますね、はい、民主だけを固めている選挙ではもう勝てないこと